8月15日の午後12時半くらいのこと。天気がいい、病気になりそうなほど眩しい日差しの中、することもないから君と食べていた。でもまあ夏は嫌いかな。猫を撫でながら君はふてぶてしくつぶやいた。ああ逃げ出した猫の後を追いかけて飛び込んでしまったのは、赤に変わった信号機。窓通ったトラックが君を引きずって泣き叫ぶ。血しぶきの色、君の顔にと混ざり合ってむせ返った。嘘みたいな影のが嘘じゃないぞって笑ってる。夏の水色かき回すようなセミの音に全てくらんだ。覚ました時計の針が鳴り響くベッドで、今は何時、8月14日の午前12時過ぎくらいを指す。やけにうるさいセミの声覚えていた。でもさ少し不思議だな、同じ公園で昨日見た夢を思い出した。西に抜けた時周りの人は皆上を見上げ口を開けていた。落下してきた鉄柱が君を貫いて突き刺さる。つんざく悲鳴と風鈴の音が木々の隙間で空回り、わざとらしい影の方が夢じゃないぞって笑ってる。睨む視界に君の横顔笑ってるような気がした。して何十年もとっくに気がついていたろう。こんなよくある話なら結末はきっと一つだけ。繰り返した夏の日の向こう、バットをしのけ飛び込んだ瞬間トラックにぶち当たる。血しぶきの色、君の瞳ときしむ体に乱反射して、文句ありげな影の鬼ざまみろよって笑ったら、実によくある夏の日のこと、そんな何かがここで終わった。目を覚ました8月14日のベッドの上、少女はただまただめ